ではね、後半ということでね、始めさせていただこうと思います。で、まあ、ちょっと僕もね、今回この M700S をですね、しっかり聞くのは初めてなので、まずパワーが100ワット上がったということで、まあ、沼崎さんにちょっと確認していきたいことがあるんですけど、 B 電圧って言って電源電圧って変わりました。はい、電源電圧も若干変わってます。上がりました。上げてます。で、これ B 電圧って言われてるのは電源電圧でね、例えば電源電圧が 100V のものと、まあ、60V のものと、まあ、60と120、これ電源電圧が倍になると、まあ、基本的に同じ回路であればパワーは2倍になるということなんですね。だから昔からアンプの出力は高い方が駆動力が高いよって言われてるのは電源電圧が高いわけです、ハイパワーアンプは。で、例えばここで数ワット出すとき、数ボルト出すときにここの落差が大きいでしょ、まあ、ダムの水面が高いわけですわ。そうするとここで水門をちょこちょこちょこって開けたときに勢いよく水が出ますよね。なので電源電圧が高いハイパワーアンプの方が、小パワーでも駆動力があるよって言われたんです。でも考えないといけないのは、ここで大パワー出すときに水門全開まで開けないといけないでしょ。この大きな水門をですね、小さく動かしている時の動きが遅いやつがおるわけですわ。そうするとこれパワーがいくらあったってここの動きが遅いとですね、スピーカーのユニットがうまく動かないんで、パワーの持ち腐れっていうのが起きます。で、逆にインピーダンスっていうここがですね、非常にスル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 動くやつはハイパワーじゃなくて水面が低くてもスピーカー駆動力が高いので、よくスピーカーに書かれている推奨アンプのワット数っていうのは全く無視していいです。なんであんなものが大体書かれているのか僕よくわからない。で、それが一つで、もう一つはですね、真空管アンプはいいよって言われてますよね。で、真空管アンプっていうのは 10W 出たとしても B 電圧が、ね、400V とかあるんですよ。だから基本的にこのダムの水面が真空管アンプは高いので、そういう意味ではワット数が低くてもここの水面が高いのでスピーカーを動かすときに有利な部分はあります。で、なのでね、技術的に考えていくと結構一般的に行われているような解説っていうのはなんだこれっていうのがね、こじつけみたいなのが多いのであんまり気にしないでいいと思います。で、まあ、基本的にこの TAD のコンポーネントっていうのはスピーカーも含めそういう理論だけではなく実際に人間が聞いた場合のねことも含めてきちっと作られていて、で、一つずつのこの、まあ、設計それからマテリアルに関してこれはやはりもう日本でしか作れないなっていう、まあ、車でいうとメルセデス・ベンツですねぐらいのイメージがあるので、僕は非常にTAD を信頼して、まあ、これを使っているということですね。で、時々まあモニターすぎるとあまりにも実直すぎて色気がないというふうに言われるんですけど、まあ、それに関しては後でこのちょっと真空管アンプ使ってね、何もないものには足せるんです。もうあるものから弾けないんですよ。で、あとは僕もエアボーっていろいろコンポーネントチューニングしますけど、作っていくときにやっぱりここまでの物量を投入できないと何らかの色付けっていうのができてしまうんですよ。で、その色付けがいい方向に行くように逃げてるの、上手にごまかしてる。で、海外製品の高いものも大体そうです。なんとなく上手にごまかしてる感じが強い。で、これは一切ごまかしがない、嘘つかない。なので、使い手のですね、例えばケーブルを変えたり、あとで、真空管のですねちょっとまあプリアンプエフェクター代わりに使ったりするとその感じがですねストレートに出てくるということで、やっぱり最高のものっていうのは色付けっていう方向に逃げるんではなくて、きちんと出して、できちんと出すことによって全ての音楽がフラットに、フラットっていうのはなんかこういうフラットじゃないです、ちゃんと抑揚がねきちっと出てくるという方向で作られているので、非常に TAD を愛好していると。これなんかもそうですね。ユニットっていうのは隣にフォーカルの40周年記念モデルのトールボーイがありますけど、あとはヤマハの NS5000 っていうのはユニットの材質が全部一緒なんですよ。ヤマハの NS5000 はザイロン、ツイッターも全て一緒で、隣のやつはまあケブラ全部一緒で、これはウーハーこそカーボンですけど、もうこれは500Hz かな、もっと下か250以下なので、あ、そうそう、250以下なので、それぐらい低い音色音っていうのはあんまりね僕らには音色わからない。でも250キロから100キロヘルツに
至る人間の敏感な大気っていうのは全てベリリウムに統一されているので、やっぱりねそのユニットが同じ材質使ってるっていう良さはねやっぱりすごいあります。であの大きいスピーカーにもかかわらず小型スピーカーのようなあの非常に均一性の高いアキュレートな音を出すのはそういうところかなと、まあ、ちょっと話がね、それてしまいましたけど、今回じゃあ M700S そして M700 ステレオモノラルという方向で、ね、形で聞いていこうと思います、2曲また続けて聞いていただくんですけど、1曲目は後藤みどりさんの、愛の挨拶、これもバイオリンとピアノの簡単な室内楽なので、まあ、アンプへの負担が少ないものをちょっとかけてみます。で2曲目は、ファイアバードですね、火の鳥ダーンっていうところから入っていきますから、非常にアンプの、負荷の高い曲をかけてみます。この2曲で、ステレオバージョンとモノラルバージョンを比べていこうと思います。
Thank you.
違いましたね。フルオケになるとね、やっぱりこう、うん、大編成はね、大編成特にね、やっぱりね、余裕度というかね、やっぱり細かいところのね、表現も変わってきますよね。ただまあ今回その2機種出した意義っていうのは結構大きくて、もちろんこれ1台で2チャンネル1台で使うっていう方ももちろんいらっしゃるんですけども、2チャンネルを2台、要はバイアンプ駆動もできるので、1台を要はハイとローに分けて2台使いも実際やっぱりいらっしゃいます、すでに、はい。でさらに言うとですね、従来通りものをその考え方同じ考え方で4台っていう方もいらっしゃいます、実際。まあね、関東地区にはすごい人がいっぱいいますからね。あ、いや、まあ日本だけじゃなく日本にもいらっしゃるんですけどもね、もう海外にもそういった使い方していただいて、まあね、僕もお金があればやりたいですね。場所とここではちょっと場所がね。そうですね、平たく積んでないですもんね、そういう方々はもうほとんど自分で広い部屋で、広い部屋で、にバーンと、やってスタックさせたりしてっていう形で使われてますね。はい、じゃあもう一曲、そうですね、聴いていただきたいなと思います。今まあ、クラシックで小編成と大編成と聞いたので、どちらかというとボーカルもジェン・モハイさんの楽曲なんですけれども、マイケル・ブーブレさんとデュオでやってて、あとブラスなんかも入っているので、ちょっとまたちょっと違う趣で聴けると思います。そちらの方を聴いてください。これは実は TAD のそのプレスリリース、新製品発表会ですね。ここ数年いつもかけている楽曲です。 I want to dance という楽曲なんですけれども、まあ、楽しかったり、もちろん録音もいいですし、一流のプレイヤーがメイン演奏なので、そちらちょっと聴いてみてください。ではね、アンプの方をモノラルに変えていきます。その間に若干そうですね、2チャンネルとモノーラル の, その違いっていうところを技術的な部分を簡単にご説明します。実はですね、回路的にはですね、モノーラルのアンプ、これ弊社のアンプはバランス伝送なので、要はプラス用のアンプとマイナス用のアンプ、2つ の, アンプがモノーラルのアンプの中にはそれぞれ同じものが2つ入ってます。でさらに言うとですね、普通は、プラスのモノーラルのアンプと2チャンネルアンプを展開するときって、モノーラルのアンプのそのプラスのアンプ、1つのアンプを片ちゃん用に使うということで、アンバランスアンプになることが多いんですね。だけど我々の場合、この中に全く同じ構成のものをもう1チャンネル入れているということで、4つのアンプ入ってます。ただし回路の構成ですね、回路設計上のパスとして構成する回路は全く同じ回路を構成しております。なので音色的にはやっぱり近いものができると。であくまでもそのバランス伝送っていうところは踏襲して設計するような形になっております。でさらに一般的には BTL ですね。そうですね、モノラルがよく言われる BTL という、伝送ですね、なので、まあ、プラス側の信号と逆側の信号があって、で同じように同層で乗ったノイズっていうのは足し込むときにはキャンセルされると、そういった回路構成です。で今度スピーカー駆動するときっていうのはプラス側に押すのとマイナス側に引くのができるということで、正確なスピーカー駆動ができるというのを2チャンネルのパワーアンプでもやってるっていうのが大きな特徴になります。でそれを全くまあ同一の思想で作っているというのが今回のアンプになります。はい、じゃあ、次、モノラルの方で同じ楽曲
聞いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次の前にこれを、まあ、この前にアンバランスとさっきのね、なんで4個アンプが入ってるかっていう、プラスとマイナスなのになぜ4個入ってるかっていう、まあこれなしに説明しましょうか。だからまずあの普通のアンバランスっていうのはここが0ボルトです、ね、でここに対して信号は0より下に行かないんです。こういうふうに動いてます。なので、グッて上がるところ、パワーが上がるところっていうのは電気がグッと入っていくんでユニットを、押しますよね。で今度戻る時っていうのは引っ張らないので、まあ、そのユニットが戻ろうとする力で戻ると。で、バランスっていうのはこれがちょっと上に上がってきて、で押す時もパワーアンプがあって引く時もパワーアンプがあるということなので、グッと押してグッと引いてくれると、そう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 、だこれこういうんでこう引っ張ると。でじゃ あ, あのなんで4つもいるのかっていうとですね、これにはアースっていうのがなくて、でこっち側とこっち側、仮想アースっていうのかな、こうあって、はいはい、でこっち側もこう動いてて、こっち側もこう動いてて、でこれ逆に動くので2台ずつで押したり引っ張ったりできるというのがこれ、はい、でこれ押したり引っ張ったりを1台ずつでやってるのがこっちということになります。各チャンネルごとで同じことをやってる。はい、じゃああとはもう残りの時間、この M700 モノラルの方で、あ、それ、あ、そうか、それすごい、せっかくだから、あ、でもまあさっきボーカルのもうちょっと簡単なやつをかけましょうか、はい、ね。あのじゃあ先ほどのですね、あの、まあ、ちょっと TAD っていうのはこう無機的な音がすると、まあモニター的とかね言われてて、実際そんなことはないというのはもうすでに今聞いていただいてお分かりだと思うんですけど、ただあの鳴らし方によってはもうちょっと色気が欲しいなというようなことが出てくることもあるかなと思います。そういう時はどうすればいいのかということなんですけど、まずですね、あの今まで聞いていただいた TAD のフルソリッドステートですね、トランジスタのシステムで聞いていただいた後に、CD プレイヤーの信号をですね、この 300B を使ったマンレのプリアンプに入れて、でここからもう一回プリアンプに戻します。なので、この 300B を使ったプリアンプをですね、エフェクターですね、一種のエコーチャンバー、真空管というのにエコーかかるので、真空管での音作りっていうのを加えて聞いた時に、出てくる音がどのように変わるかっていうのを体験していただこうと思います。じゃ あ, あのまずフルソリッドステートですね、真空管を使わない一新のバージョンで、これはちょっと古い曲ですけど、あの鬼塚千尋さんのですね、インソムニアっていうアルバムの月光という曲、これちょっと聴き比べてみましょう。まああの聞き慣れた音ですよね、まあ、響きの入った、まあ、要するに、オーディオ機器を響きをさらにあの付け加えるものとして使うと今のような音になると。だいたいこういうものが世の中にもほとんどで、で、まあこのそのアンプやこのあのエレクトロニクスによる、まあその色付けのですね違いを楽しんでいるっていうのがまあ我々の世界で、それに対して、一切色付けをつけずに、音楽そのものの良さを引き出すということにチャレンジしたのが TAD と、まあ言ってみればあの最高の素材と最高の水を使って作ったあの調味料を香辛料をほとんど使わない和食ですよ、これは。だからまあある意味日本人にしか作れない。で、まあこれはあのそこにちょっと香辛料を入れたりしたっていうあの一般的なあの味になりますね。ではあのもうこの真空管アンプ使わずに、最後までですね何かおすすめの曲を、このですね、はい、TAD のリファレンスシステムで聴かせていただこうと思います、はい、ではですね、ちょっと一曲最後あの聞いていただく前にもう少しちょっとあの技術的な内容で説明したいことがあります。で一番初め冒頭にあの木原社長がそのなんだろう、パワーのあるアンプとパワーなくても鳴るということで、この口の部分、コントロールするそのスピードとか追従性とか正確性、それをやはりあの前モデルから一新している部分がございます。でそれはですね、まあパワーアンプって、初めに入ってきた信号をまず大きな信号にしてあげて、さらにスピーカーを駆動できるような電流駆動をする
要はハイパワーにする増幅段っていうのの大きくは2つに分かれます。で、増幅段先ほどもちらっとご説明あったんですけれども、そのファーストステージですね、前段の部分、そこの部分はもうガラリと今回変えております。で、前はですね、実はトランジスタ入力の、ファーストステージ、組んでおりました。それで大気特性とか歪み特性っていうのを下げるために結構いろんな回路を駆使して使ってたんですね。で、カタチャンあたり12個ぐらいトランジスタ使っておったんですけれども、今回はトランジスタじゃなくて FET 入力に変わっております。で、 FET にする意味っていうのはものすごくシンプルに回路が構成できる一発です。一発 の、 FET だけで、回路構成組んでおります。なので非常に純度が高い、追従性がその細かいところでの追従性とかノイズレベルっていうのが非常に下がります。そういった形で表現力っていうのの質感を高めているといったところが、大きな違いになります。それは2チャンネルも、こちらのモノーラルも同じです。ただFET って、まあ、ご存知の方もいるかもしれないんですけど、部品単体のばらつきっていうのが大きいんですね。なのでなかなかやっぱりたくさん作る場合っていうのは要は選別が必要になってくるので難しい。で、2009年に発売されたんですけども、その当時はそんなたくさんの FET を選別するなんてもう無理だろうという、要はものすごく台数が出るという想定のもとでダメだったと実現できなかったんですけど、まあだいぶこなれてきまして、台数もそうなんですけれども、我々TAD、まあ実はエンジニアの方で一個一個選別しております。まず3ランクあるところをさらに6ランク選別して、もうペアリングして、それを匠の人の生産する匠の方にこれを使ってくださいという形でやっております。かなり頑張ってこうなんていうんですかね、これこそなんか純日本風的な作り方であるんですけれども、多分その選別っていうのもね、単純に、まあ、30度なら30度でやった場合と50度でやった場合、この特性が変わってくるんですよ。分布は変わりますね。変わるんですよ。だから多分各温度で特性を測った上で、はい、そのマッチングもやっていらっしゃると思うんです、はい、なのでマッピングとしては3次元になるんでめっちゃ面倒くさいんですよ、この選別っていうのが。そうですね、まあ、そういったところをまず一つやってたりとか、うん、あともう一つ大きなところでそういった手作業に頼る部分っていうのがあるのが電源トランスなんですね。電源トランスも実は長野県のやっぱり本当に職人の方に手巻きで巻いていただいています。足でこう何ていうんですか、ミシンをこうコントロールするようにくる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 巻きながらきちっと巻いていってもらっていると、そういった地味なところでもやっぱり良さを出していく、こういうののアピールがいつも下手くそだ、 TAD は下手くそだっていうのをもう散々言われてきてるんですけどもね、まあ、そういったところもやっぱり音には現れてくるので、非常にそういった日本人的な感性っていうところが我々の愚直な部分に表れているのかなと思っております。はい、じゃあちょっと最後おかけする楽曲がですね、男性ボーカルおかけします。これジェフ・バックリーさんの、グレイスというアルバムからハレルヤおかけするんですけれども、非常にその録音もいいです。で、彼はそのお父さんが、ね、ミュージシャンだったんですけれども、そのお父さんが現役の時にはずっとひた隠し でお父さんが亡くなられた時に自分はミュージシャンだって明かして、で唯一1枚だけのアルバムの中に入っている。で、一番有名なのがレナード・コーエンさんの、ね、このカバーではあるんですけれども、ハレルヤ、まあ、賛美するっていう形で の楽曲なんですけれども、これ多分今年の今月の末からまたいろいろともてはやされると思います。妻夫木さんの映画でレッドっていう映画で使われることになってますので、またちょっとそれを聞いていただきたいなと思います、ね、若くして亡くなったんですね。若くしてもうそうですね、もうこの方亡くなられております。自己死ですね。自己死ですね、うん、まああんまり内容がねちょっとね、なんか川で遊んでて溺れちゃってっていう、うん、はい、内容なんでね、本当に残念なんですけれども、まあ、そういった方のすごい魂がこう
分かるような楽曲なので、それをちょっと聴いていただきたいなと思います。はい、じゃあおかけします。Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Well, there was a time. Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Thank you.
Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I'm too young. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. ありがとうございます。ちょっとかなり時間はオーバーしてはしまったんですけれども、まあ一応こう聞いていただいた感じではなんとなくこの違いじゃないですけれども、まあ、前モデルから の、 進化っていうところと、あとは2チャンネルとその趣の違いっていうのが、分かったかなとは思います、ね。はい、前のやつが 2K で今度が 4K、8K になった感じですね。まああの、ステレオとモノラルをこう聞き比べてもね、その質感とか音色が完全に統一されてるでしょ。これってね、実はねすごい難しいんですよ。でそれがちゃんとできてるっていうのはやっぱり素材一つずつ の、 選び方、それから作り込み、まあ、締め付けトルク、そういった部分にね至るまで非常に丁寧に作られて、非常に高い精度で、制作されているということが伺えると思います。まあ、この辺が、まあ、何回も言ってますけど、この TAD を信頼しているというところです。まあ、スピーカーも全部そうですから、これはもう聞けば聞くほど呆れ返るぐらいの手間暇かけて作られてて、で、ね、先ほど宣伝が下手やというのはね、これは TAD に向けて言った言葉であってね、あんたら下手やねと、もっと宣伝せなあかんやんって。まあ、一般的に言うと そこはまあ、アピールあまりしていないということですね。で、まあ、これからはもうちょっとそこを積極的にアピールして、この TAD 製品の良さをですね、一人でも多くの人に知っていただければというふうに思います。はい、何か質問や何かあればお伺いしますけど、はい、じゃなければこれで、前半じゃないね、1回目の、はい、M600、M700、M700S の視聴会を終了しようと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。